IMV 株式会社は、大阪府大阪市西淀川区に本社を置く、振動試験装置、地震計や振動計などの業務用計測機メーカーで、ある。本社地震計測機器や、振動試験装置の開発、製造を専業とする。このほか輸送機器類の振動の受託試験を行うテストラボを、同社が本社を置く、大阪市内、神奈川、愛知。 山梨、埼玉に設立し、各企業からの各種振動実験を行っている。またこの他にも、環境評価測定機器や電気試験装置など、主に特殊計測機器類の開発で強みを持つ。もともとは1957年に株式、会社国際機械振動研究所として設立されたが、1974年10月に起こったオイルショックによる過剰在庫等で、 会社構成法を申請し、倒産を経験した。その後、当時公認会計士だった小島修雄が構成管財人となり、大口のスポンサーの援助も立って、ほぼ独力で再建を進めると,とともに、1985年には会社構成手続きを終了。2004年12月に生産品目の統合により、明治製菓より、同社大阪工場を買収し、 試験装置工場を設置するとともに本社機能も移転。2005年より j a s d a ク市場に上場している。近年 EVO バッテリーや人工衛星における安全性評価の分野でも振動試験装置の販売及び受託試験を実施している。ありがとうございます。